どうも TQQ です。本日緊急パッチが実装、内容を紹介します。ソンブラのトランズロケータークールダウンが7秒から6秒に短縮、この1秒かなり大きそうです。まあ強化ですね。ということで内容は以上です。まあちょっと難しすぎたんか、緊急で強化が入りました。まあ、前回のパッチで大幅に調整されたソンブラなんですけど、ロケーターで透明化してステルスに5秒っていう制限がつきました。これによってロケーターの CT とステルスの間に発生する無防備な時間が今回の強化で2秒から半分の1秒になったわけですね。まあ、前より生存能力がアップしたっていうのを実感します。パッシブのオポチュニストが復活してるんで、ハックからの射撃はかなりの火力を感じます。まあ、ただやっぱ難しいと、まあそんなことはさておき、早速ランクマッチで試してきました。今回2試合あるんで使用感も伝わるんじゃないかなと思います。ぜひご覧ください。あーもうハックできん、やだ。これ取らして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 、熱っ。オポチュレー、うおー、こういう感じだったらいけるわ。パックだけ刺して、ほんでオポチュラして、でこっから火力、熱いの。いやほんまにオポチュニストの火力マジやばい。あざます。いやホグ来た、熱い熱いよこれ。キャスは正面ならいける。でこれハックします俺、あざす。いいね、俺 EMP もあるし。あ、これ熱いんちゃう、いけるんちゃう。3分の1取りたい。あ、遅っ。はなんてことだ。OK、 もうすぐ使わした。これ EMP マジゴミやった、ごめん。ホグか、俺は倒せ倒せ倒せ俺、うわぁ。よくないのこれ、よくないのよくないの、ハック、はい、ナイス。あー鈴鈴、うわもうちょい待てばよかった。謎です。あー源氏に見られた。さばき尽くしてやるからのホグは絶対生きてるよね。ハック、ハックできへんかった。よくねえわよくねえわ。もうだ。
ッケー、おポチレ、おーしよしよしよし、これ取れた、おっきいな、4対2、熱い熱い熱い、現地現地現地使うよね、オッケー、バイーン、強ない、ちょっと待って、強い光線の時強いかもしれん、なんかいけてんねんけど、なんで今行くぞ、私が来た、オールマイトソンブラ勝ったな、勝つたな、ナイスー、ピオタザ、ピオタザソンブラ、一番刺さの多分ホグやで、もうとにかくホグハックしてたらホグ解けるから、ゲンジに関してはもうスキルなくてもハック通ればいける、銃の回し、ライフイーバー、ルシオもいけるし、ゼニーとかキツだったんやない、キツだな、お前、ノン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 、EMP されたのは俺の方やった、使ってない、使ってないか、使えた、時が止まる、いいね、間違えた、やばい、間違えた、これの女、間違えた、間違えた、何してゴリッといけばいける、これ勝てる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 、メテオストライク、ペロ来るな、これ注意して、え、このラインハルトエグいわ、強すぎる、強すぎた、ラインハルトが、ナイス、俺の回線の問題か、ソンブラの仕業かな、でかい、ディバニーディバニーディバニー、でかーい、次は見ようか溶けるー、できない、おポチュです、おポチュです、これで足見に行かないとな、ちょっと強かったな今、なんでモイラがここ来んねん、裏やぞこれは、勝ちやもう、はい、ナイス、